慶長大盤。後藤健のり牧書慶長大盤。レプリカ。慶長大盤とは、江戸時代の初期すなわち、慶長6年より鋳造された大盤であり、牧書金品くらい及び、発行時期などにより、数種類に再分類される。この発行年については、慶長の平成の成立と同時期とされるが、詳細については不明であり、定かでない。慶長大盤。 慶長小判を呼び、慶長一分版、慶長長銀を呼び、慶長豆板銀を総称して、慶長金銀と呼び、徳川家康による、天下統一を象徴する貨幣として位置づけられる。表面は、十両、五刀と牧書され、五刀四郎兵衛や五代徳城、その実定長上、七代剣城、九代ほどのりの書で、あり、長のりによるものは、 花王が笹の葉を彷彿させ、笹かき大番と呼ばれる。表面は上下左右に、丸枠切り紋極印が、それぞれ1箇所、計4箇所打たれ、裏面中央に、丸枠切り紋ん、吉光切り紋花王の極印が打たれ、形状は角張った、楕円形である。表面は、天章大番と異なり高ネ目に変化している。 慶長大盤の総中増量は16,565枚という記録もあるが、命令基盤でも15,080枚であることから、この記録がどこまでの範囲を示すものかは不明である。大盤は、一般流通を前提とした通貨ではなく、温床及び贈答用のものであり、市場に流れた場合は、両外省において、外有金量及び需要に基づいて価格が決められ、 慶長小判、1分半に対しが入金量に、基づけば、おおよそ、7両2分であるが、初期の慶長年間は、道具値段として8両2分が相場であった。また、牧書が消えた場合、大番座へ持ち込み、銀3問目5分、文政へ2年以降は、金1分の手数料で書改めを受けた。小判及び文金が、喫水金及び花鉱銀の合金で、 銅は不純物程度でしか含まれないのに対し、大盤では3%程度の銅が意図的に加えられ、黄金色を演出させ心理性を持たせているとされる。両目は、金一枚すなわち44問目を基準としているが、実際には吹き減り及び摩耗などを考慮し2分の入り目が加えられ、44問目2分が規定両目である。 通用期間は元禄大番通用開始の元禄8年までであった。大番座は当初、京都の室町通りの北端に設けられ、寛永2年以降は、江戸にも大番座が開設され、慶長年間から明暦年間がまでの中蔵のものには、以下のものがあり、それぞれ多少の金品くらいの違いがあると言われる。明暦3年の明暦の大火による被害は、 江戸城の天守及びお金倉まで及び、怒りけ流れた金銀を明暦四年より、万事三年にかけて、江戸城三の丸で吹き直し鋳造された大判が、明暦大判と呼ばれるが、慶長大判の一種として扱われる。形状はやや撫で型のものとなり、高ネ目は荒くなり、やや、右肩上がりの方向に打たれたものが多い。その後、京都の大判座でも大判が鋳造された。 墨書きはいずれも9台ほどのりのものである。現存数は、慶長大版の中では、この命令基盤は少ない。慶長大版画像。ありがとうございます。